例のミノルは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2016年の小倉2歳、ステークス2017年の大賀賞8月7日、小倉競馬場の2歳新馬でデビュー。安状には浜中旬を迎えた。単勝オッズは1.8倍と圧倒的な一番人気に支持を得た。レースでは3番手につけ、2着馬に一馬進3 4差つけて、 デビューを勝利で飾った。二戦目は、重賞初挑戦の小倉2歳ステークス。ここでも一番人気に支持された。レースは二番手で進め、早くも四コーナーで先頭に立つ。そして直線ではそのまま束をぐんぐん引き離し、最終的に二着馬第一ターミナルに六馬審査もの差をつけて、重賞初制覇となった。三戦目は、KO 杯2歳ステークスに出走。 一番人気に支持されるも、箱立2歳ステークスの二着はモンドキャンノに刺さる二着。デビューからの3連勝とはならなかった。その後は2歳 GI の阪神ジュベナイルフィリーズに出走。両決はソウルスターリングや、数多くの重傷勝チューマが出走し、レイヌミノルは三番人気となった。レースは五番手あたりに控えて進め直線に入るも、前にいた。 ソウルスターリングを捉えられず、また外から追い込んできたリスングラシューにも交わされ3着となった。年明け初戦のクイーンカップに3番人気で出走。レースでは先頭を奪い逃げの格好となる。しかし、最後の直線で粘るも残り100メートル地点で力、月4着となった。続く、大歌唱トライアルのフィリーズレビューでは、単勝オッズ1.8倍の圧倒的1番人気に、 押される。レースでは、中段やや前につけ進めたが、第四コーナーから直線に入り、先頭に立つ際、内に切れ込むように進路を取ったため、ジューヌエコールやフラウティスタの進路が狭くなる事態となった。レースは、レグミノル先頭のまま粘るも外から追い込んできた、からくれないに刺され2着に終わった。しかし、大歌賞への優先出走権は獲得した。レース後、 審議にはならなかったものの、起乗した浜中春は8日間の起乗停止処分が課せられた。迎えた、頻馬3巻の1巻目、大賀賞では新たに池添健一を背に出走。ソウルスターリングが単勝を追っ1.4倍の圧倒的1番人気に押される中、例のミノルは40.8倍の8番人気にとどまる。レースでは5番手あたりで進めて迎えた最後の、 直線では、残り200メートルあたりで、前の馬を捉え先頭に立ち、追い込んでくる、ソウルスターリングやリスグラシュをしのいでゴール、GI 初制覇を飾った。自走については、レーヌミノールは短距離戦しか使われてこなかったため、大賀賞後2600メートルの NHK マイルカップと2400メートルのオークスのどちらに出走するか定かではなったものの、 4月15日に引き続き池添県一騎乗でオークスに向かうことが明らかにされた。迎えた2冠のかかる優秀品馬では距離不安がささやかれ、大賀勝馬ながら4番人気にとどまる。レースでは中段やや前、外側を追走。最終コーナーで前目にポジションを上げると最後の直線では外から前方進出を図る。 しかしやはり距離不安が的中する形で、勝ったソウルスターリングから2.1秒を離された13着に、敗れ、大賀賞との2冠は達成ならなかった。秋初戦には、秋歌賞とライアルのローズステークスに出走。例のミノル自身は、大賀賞馬であるにもかかわらず、貧馬ながら、サツキ賞に挑戦し7着のファンディーナ。 オークス2着のモズカちゃん、オーカショー2着のリスグラシューに次ぐ4番人気の指示だった。レースは中段前で1番人気ファンディーナをマークし進め、最終コーナーで進出。しかし、そこから伸びず9着に敗れた。本番の週刊賞では、道悪ババが答えて見せ場なく14着と惨敗。その後、距離を短縮して挑んだマイルチャンピオンシップでは4着と掲示板に乗るも、 年末の阪神カップでは7着に終わった。4歳以降は惨敗を繰り返すレースが続き、5歳となった2019年2月の京都品馬ステークス11着を最後に現役を引退した。引退後は生まれ故郷の藤原ファームで繁殖品馬となり、2020年3月20日にリオンディーズを父に持つ初後品馬を出産した。以下の内容は、 netkeiba.com の情報の基づくありがとうございます。